皆さんこんにちは。こんにちは。パラサイトイブ、最強育成とは、別の世界線のお話です。前回完結しちゃったからな。2013年のアヤ41歳です。オーバーダイブ。心が殺されれば、肉体には戻れない。それは、事実上の死だ。一瞬でも気を緩めれば、死に捕まる。潜るのは素人さえ一人か。頼りに援軍だぜ。僕らの全てがかかってる。神聖手法だよ。研究費も世界の救済も全てね。全ての元凶を断ち切るために、2013年のアヤ41歳から1997年のアヤ25歳へオーバーダイブします。行きます。今回はそういう設定なのね。やったことある人以外は全く意味がわからんかもしれんぞ。大丈夫だ。やったことある人も意味わかりませんからね。あやがおばさんになっちゃったから、もう続編が出せませんね。それでは、1回目の、オーバーダイブを行います。あや、聞こえる？そこは過去の世界。オーバーダイブ装置が、あやの意識を過去に送り込んだ。忘れるな。そこはすでに戦場だ。この装備じゃ無理だね。この時代の私は、何をやってたの？別の世界線の最終決戦です。ダニエルが飛び降りてくるパターンね。ここからはどういう方針なんだ。一周目でカンストできなかった武器をカンストしてみましょうか。クラブとロケットランチャーの強化だな。30万 DP を周回して稼ぐようですね。みんなやってる作業だから簡単そうだな。通常作業ですから新たな発見はないかもしれませんね。こいつ、来るっか、逃げろ。エンジンルーム。キモイの木を来た。まずは、セーブだ。お約束だな。こうなるように配置してありますからね。1回目のオーバーダイブは失敗です。それではセーブして2周目に行きましょう。何時間かかるんだよ。それを調べるのが今回の課題です。2周目から5周目です。2番と3番は行き止まりだな。ミミッキの人は壁伝いに半時計回りしますからね。探索時の左回りの法則だな。制作者は、ちゃんと罠にはまるように考えています。逃げろ。この時代のあや、足が遅い。全滅しました。すごい時間がかかってる集会があるぞ。ガラクタ集めを何回もやってます。集会するだけなら、3時間くらいですが、アイテムも集めていると4時間は超えます。万能ツールも集めておく必要があるのか。もっと重要なものがありました。周回のおおよその工数が出ました。1周は5時間で獲得 DP は15000です。6周の約30時間で武器の1項目がカンストします。弱や雰囲気が変わったか。ガラクタを1500以上集めてきたわよ。装備を全部出しなさい。いつもと違うじゃねえか、あや。これで満足か。 USB で言うと SP1C 以外は全て再作成しておきます。あとガラクタ600個だろ。さすがに飽きました。この辺が人類の限界です。周回していて気づきました。相談数アップを集めるのが、このゲームの真のやり込みです。ロケットランチャーの相談数の項目は、アイテムでだけ上げることができます。相談数アップは、1周して、最大で5ポイント分しか取れないぞ。
狙わないと、双方の武器屋の箱からしか、取れませんからね。相談数アップを集めるとなると、タイムアタックの3時間は無理なんです。だから、一周5時間なのね。あとは、双方の箱から出した、相談数2を使用するだけだ。7周分の相談数アップを使用しました。ロケランの相談数のカンストは無理か？それでは、グラブを先に仕上げてしまいましょう。グラブは、威力だけに DP を割り切れます。最大値は、999ですので、今回でカンストです。7周目も5日目で、カンスト分のポイントが貯まりました。ガラクタも集めていたので、40時間くらいです。週末が全て溶けてしまった。1周の5時間は、平日はさすがに厳しいからな。ポイントが無駄になりますが、最大値の999まで割り切ってしまいます。やりました。クラブがカンストしました。アヤハンマー会が完成です。名前を変更したいですが、脳内変換だけにしておきます。あとは、ロケットランチャー用の周回だな。もしかしたら、サソリ狩りの方が早いか？それでは、ささっと、6周回しちゃいましょう。また、40時間かかってるぞ。ガラクタも集めていたから、2回目の週末が吹っ飛びましたね。もうガラクタいらんだろ。特殊効果のクリティカルが、ガラクタ武器にしかないんです。今回の周回で、全部揃いました。13周目です。ここで、防具もアップグレードしておきます。ジャケットからスーツへ、アップグレードだな。意味あるのか？すでにダメージを食らいませんから、意味がありませんね。防具の強化技は、同一防具へコピーする場合、毎回キャンセルする必要がなかったので、ここで見ておきます。キャンセルは、最初の1回だけすれば、OK です。追加スロットに配置する防具が変わらないなら、キャンセルする必要ないのね。この場合は、ジャケットを毎回、スロットの最後に配置しています。最初の1回だけキャンセルすれば、同じ防具からのコピーは、連続でコピーできます。わかりづらいな。大丈夫だ。全員に伝える必要はないんだ。興味のある人だけは、この説明で何を言っているか、理解してくれるはずだ。説明するのは難しいからな。最後の効果をコピーします。必要な効果をすべてコピーしました。アヤスーツへのアップグレードが完了です。続いて、P19 の準備をしておきます。最強のサブマシンガンだな。前回までと何か変わるのか？周回プレイをしたことで、特殊効果がすべて揃いました。万能ツールも潤沢にあるので、強化値以外は、すべて仕上げておきます。いらない特殊効果を削除した後に、まず、ダブルコマンドを追加します。続いて、PPK から先制攻撃を移動します。クリティカルの追加は、ガラクタ武器が必要になります。ここは、マグからクリティカルを移動します。最後に、適当なショットガンからバーストを、移動しておきます。あとは、連射度の調整だけだな。では、同様に、他の武器もすべて準備しておきます。準備しておく武器は、すべての武器種とします。ハンドガンは、デザートイーグルとします。ショットガンは、ハイスタンダード M10B とします。ライフルは、マグとします。グレネードは、H&K、グレネードピストルとします。ガラクタ武器より、スロットが多い武器があるぞ。いいんです。ガラクタ武器で揃えるのに意味があるんです。これだから最強中はいけませんね。いや、攻略本に書いてあるぞ。特殊効果は、この4つがあればいいんです。すでにワンパンなので、攻略本みたいに全部埋める必要はないんです。ワンパンだから、ドット加速しとかいらないか。死にスキルですね。最後にロケットランチャーを準備しておきます。周回したので、相談数アップが溜まりました。ここで一気に使ってしまいます。
たくさんあっても、上がるのちょびっとだからな。一周で5ポイント集めたとしても、200周しないといけませんからね。200周とか、何時間かかるんだよ。5時間を200回です。それを計算してはいけません。周回分の相談数アップを、すべて使いました。あとは、博物館のボスから2点取れるので、後で取っておきます。それでは、周回で入手した BP を、ロケットランチャーの威力につぎ込んでいきます。今回は、最大までつぎ込まないで、数値が999になるまでとします。消せる意味があるのか？もし、相談数を最大にする場合は、周回すれば攻撃力アップが溜まりますから。また、周回するのか？これ以上の周回は、今回は無理です。威力が999になったので、一旦、アヤバズーカの完成とします。それでは、装備がすべて揃ったので、現場へ向かいましょう。やっと、ビル編が始まるのね。準備に時間がかかりました。何事にも妥協が必要です。オーバーダイブを13回して、最低限の装備は揃えました。最終決戦仕様は、前回出しちゃったからな。防具もスーツに変更したので、フルアーマーアヤの完成です。これで、準備してやるわ。41歳のアヤさんは、おっかねえわ。まずは、51階の狩場まで、進める必要があります。そこで、新たな作業があるのね。今回でそこまで行けるか？2階から10階のお宝部屋です。ランダム配置なので、数点だけピックアップします。M1911A4 です。コルトガバメントの、この型番は、存在しないので、コブラのコブレッティ KGI 用の、マーク4、ゴールドカップナショナルマッチとしておきます。シグザウェル P226 です。スイスのシグザウェルゾーン社のハンドガンです。P220 の後継として開発された、自動拳銃です。ダブルカラムマガジン化で、相談数が増えています。道中のマップは、ランダムなので割愛して、10階のボス戦からです。クモ女は、アヤハンマー界で蹂躙します。最強のハンマーを食らいなさい。あう、使った。使っちゃいましたが、ワンパンしたので、これで妥協します。やり直すと、1階から登り直しだからな。登り直すと、30分必要です。何事にも妥協が必要です。11階から20階のお宝部屋です。この階には、クラブ階4がありますが、割愛します。44、オートマグです。アメリカのオートマグ社のハンドガンです。オートマチック式ピストルで、世界初のマグナム弾を採用しています。リボルバー以外だと、世界初なのね。シグザウェル、P229 です。スイスのシグザウェルゾーン社のハンドガンです。P228 を、より強力な弾に対応できるように、改良したもので、P228 の後継モデルです。道中は、ランダムマップなので割愛して、20回のボス戦です。アヤハンマー界では、ダメージが足りないので、ショットガンの M10B で蹂躙します。ワニは、火が弱点なので、特殊効果のヒートを装着しておきましょう。クラブクリアじゃないのね。せっかく全部機種を用意しましたから、戦闘は、育成の単なるおまけです。属性攻撃をするから、グレネードだったかな。もう、しょうがない。やり直すと30分かかるからな。21階から30階のお宝部屋です。B ジャケット界の暗闇回避を、入手しておきたいですね。H&K、マーク23です。ドイツのヘッケラー&コック社のハンドガンです。特殊作戦群の総コムに採用された。攻撃型、拳銃火器システムです。装甲無ピストルと呼ばれることもあります。重厚下部にレールが設けられており、
この部分に、レーザー照準モジュールを、装着することができます。道中は、ランダムマップなので割愛して、30回のボス戦です。ムカデはワンパンできないので、機関銃のマグをぶっ破します。このゲーム内だと、ライフル扱いだぞ。脳内変換すれば、いいんです。ここで、走車でぶっ破するために、わざわざ、ガラクタ武器の、生成車から、戦車道を持ってきたんです。ライフル扱いだから、戦車が襲います。している感じにしたかったんですけど、これで妥協です。マシンガンだとどうなるかも見てみたいが、31階から40階のお宝部屋です。この階は目ぼしいものがないですね。 H&KPSG-1 です。ドイツのヘッケラー&コック社のスナイパーライフルです。 G3 をベースに開発したセミオートマチック式のスナイパーライフルです。高い命中精度で、100メートルから600メートルまでの、狙撃が可能となっています。アサルトライフルとスナイパーライフルを、同じカテゴリーにされていると、モヤモヤするな。道中は、ランダムマップなので割愛して、40回のボス戦です。トリケラトプスもワンパンできないので、ここは、グレネードとしました。博物館の時と違って、フリーズが弱点じゃなくなっています。完全にクリティカルが出ましたね。これで、妥協です。そういえば、万能ツールキットは作らないのか？レアトレカを使っちゃうと、アイテムコンプにならないので、難しいところですね。41階から50階のお宝部屋です。SV アーマーのスロット4は、取っておきたいですね。ガリル SAR です。イスラエルミリタリー社のアサルトライフルです。ガリル AR の、全長を短くした、騎兵銃です。グロック20です。オーストリアのグロック社のハンドガンです。グロック17直径の別口径モデルです。グロック20は、10ミリのオートガンを使用します。道中は、ランダムマップなので割愛して、50回のボス戦です。初登場のゴキブリです。特に弱点はないので、ここはデザートイーグルで、吹っ飛ばしてやりましょう。消費しています。トリプルコマンドは70回までいかないと取れないので、これで妥協です。51階の作業現場へ到着しました。リスです。 BP 集めの定番だな。あっと、経験値がカンストしてました。これはいけません。わざとだろ。レベルをカンストしておかないとボスが倒せなかったんです。レベルがカンストしているので、BP が入手できません。これは、もう一周しないとダメですね。1話で終わらなかったのか。次回で、クライスラービル編も完結です。ロケットランチャーのカンストは？それは、人類には、多分不可能です。最後まで見れた方は、チャンネル登録やポチッと直していただけると、ステータスのやる気がアップします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。